お酒を飲むのは一番楽しいわ。止まれ。シアンナに会いたい。緊急だ。要件は？彼女に重要な話がある。はあ？茶飲み話をしたいならばあさんのところへでも行け。公爵命令で収監された囚人だぞ。特別な許可がなきゃ何も認められない。彼女の事件に関して重要な事実が判明した。本人の説明が聞きたい。まあそれならいい。あの殺人事件を解決したウィッチャーだろ。許可しよう。ただし数分だけだぞ。手短に済ませる。ウィッチャーが囚人と面会するそうだ。少し休憩に行っていいぞ。本当に少しで済めばいいかな。こんなの特例だぞ。様子を見に来てくれたの？おかげさまで元気よ。アルトリウスのリボンの効き目はすごいわ。残念ながら没収されたけど。だって5番目の標的が誰だったか分かった。呆れた。どれだけ好奇心が強いのよ。私は檻の中でデトラムは死んだ。もう忘れたらどうなの？シアンナ、何でもないふりをするのはやめろ。演技なのは分かってる。化けの皮が剥がれかけてるぞ。なぜ彼女を殺そうと？がっかりね。何でも分かる探偵さんがそんな分かりきったことを聞くなんて。逆に聞くわけられるとなぜだと思う？彼女がお前に背を向け、お前の思い出を全て捨てたからだろう。お見事。また一つ謎を解いたわね。下世話な好奇心も満たされたでしょ。それでこの発見を妹に知らせに行く？アンナに危険が迫ることはもうないけど、きっと報酬を少しばかりは増やしてくれるでしょうね。もちろん知らせる。だが金のためじゃない。じゃあどうして？知るべき事実だからだ。お前を釈放すればまた彼女の命を狙うかもしれないからな。そうかもね。できるならほんの一瞬でも今まで人々にされたことを恨むのをやめて彼女を許したらどうだ？どうして？昔のヨシミさ、仲のいい姉妹だったはずだ。やめてよ。誰に吹き込まれたのか知らないけど。家庭教師の日記を読んだんだ。二人でよく一緒に遊んだそうだな。アナリエッタのせいで困ったこともあっただろう。だが助けられたこともあったはずだ。悪夢を見たお前をなだめられるのは彼女だけだった。時間は思い出を蝕みねじ曲げてしまうものだ。いい思い出だけ残ることもあればその逆もある。妹が私を愛していたならなぜ私の存在を忘れようとしたの？本人に直接聞けばよかったじゃないか。怪物に命を狙わせる前にな。何と答えようと私にしたことは変わらないし、正当化することもできないわ。そうかもな。だがお前がトゥサンと彼女にしたことも正当化できない。それでもあんなヘンリエッタはお前を見捨ててはいない。千のおとぎ話の国で言ってたのは本心だったのね。この物語が幸せな結末になればいいってそう思ってるのね。みんないつまでも幸せに暮らしましたって。もう行きなさい。勲章が他の人に取られて泣くことになるわよ。さらばだ、シアンナ。
デラトゥール隊長から話があるそうだ。すぐに行けるか？行こう。俺も彼に話がある。ダミエン。ゲラルト、いよいよだな。式典に臨む準備はできてるか？その顔、ひどい傷を負ったな。だが前に会った時よりは良くなったか？アルニカの軟膏をつけてる。もうほとんど痛みもない。重要な情報を入手した。アンナがデトラフとシアンナの5人目の犠牲者になる予定だったらしい。それは確かなのか？間違いない。証拠を発見した。だがなぜだ？多くの人々を殺し、町を破壊と恐怖で包み込むだけでは足りなかったというのか？実の妹を殺そうとしただと？この国の君主は？儀礼兵による警備を強化しよう。審問中にシルビア・アンナがおかしな真似をできないようにな。俺が責任を持って手配する。警告してくれてありがとう、ウィッチャー。その目配りに感謝せねばな。式典が始まる。こっちだ。公爵がお待ちだ。ギルドの名においてあなた様のお力添えが必要なのです。聡明なる公爵閣下、樽が不足すれば生産が止まり、そうなれば我々はおしまいです。すべて火事で燃えてしまったというのね。恐ろしいこと。本当に心から悲しい出来事でした。はい、聡明なる公爵閣下、おっしゃる通りでございます。怪物が私どもの倉庫を荒らし回った後、火が出て燃え上がったのです。宮廷の衛兵隊を派遣して火災の現場を調べさせましょう。あなたの言う通りならば、公爵家の効果からふさわしい額の保証を与えます。ありがとうございます、聡明なる公爵閣下。閣下、リビアのゲラルトが参りました。親愛なる臣民たちよ、次の大事な議題に移りましょう。公爵領の君主として担うあらゆる責務の中で、私が心から愛する責務を遂行する時が来ました。ここにトゥサン最高栄誉の証であるブドウジュ勲章の授与を執り行います。リビアのゲラルト、オークレールの怪物を倒した戦士、前へ。ボークレールを恐ろしい怪物から救ったウィッチャーに、我が国を代表してこの栄誉を授けることを心から誇りに思います。勲章はこの者がボークレールの英雄であり、永遠の友であることの象徴です。誰もそれを忘れてはなりません。堅苦しい儀式はここまで。ゲラルト、本当にありがとう。ダミエンから報酬を渡します。仕事を依頼したことも忘れてませんよ。感謝します。それからささやかな贈り物も用意しました。サングリールを12樽、本来は公爵家の食卓にしか上がりませんが、特別に差し上げます。人生最高の美酒が味わえるはずよ。気に入ってもらえるかしら。生涯で二つ目の栄誉を得た気分だ。感謝します。勲章に恥じない行いをしてくれると信じます。シアンナと話します。一緒にいてもらえますか？あなたは姉を連れ戻したけど、姉の恐ろしい計画も暴き出しました。国家の統治者として裁きは公平でなくてはならない。でも私の姉なのよ。胸が引き裂かれそう。そばにいることでお役に立てるなら、もちろんそうしましょう。
ボークレールの町に甚大な被害をもたらした大量殺人事件に関与したとされる者の審問を行います。デラトゥール隊長、シルビア・アンナをここに。ウィッチャーも発言するの？公爵に頼まれてここにいる。あなたは罪を犯しました。重大な罪を。でもあなたは私の姉です。他の罪人と同じように扱うことは私の心が許しません。だからゲラルトに第三者としての助言を頼んだのです。彼の考えを聞きましょう。恨みがシアンナの心を蝕んでいた。ボークレールの宮廷に恨みを持つ理由があったんだ。俺はその理由を知っているし理解もできる。だがそれでも彼女の罪を許すことはできない。シアンナ、恨みを持つ理由とは？しらばっくれないで。私は無理やり追放された、覚えてるでしょ。それで得をしたのはあなただもの。君主の座を得たじゃない。私の方が年上なのに。大臣たちが賛成したのはわかるわ。ずっと私を嫌っていたから。公爵の良き妻になれる見込みは薄かったものね。父と母の決断すら理解はできる。分かっていた。二人とも私を恐れていたのよ。自由を求める私をね。あのでっち上げの呪いはあの人たちにとっては救いだった。だけどあなただけは私の心を一番傷つけたのはあなたよ。私の愛したアナリエッタ。分かった、ウィッチャー。この子が私を裏切ったのよ。彼らのことを理解していた？ならなぜ復讐に走った？なぜ彼らを殺したんだ？復讐に値することをしたからよ。みんな私を忌み嫌っていた。思い出せる限りずっと。だけどアナリエッタだけは私を受け入れてくれた。私には妹しかいなかった。だからその裏切りが何よりつらかった。その時お前も妹も子供だった。不幸な出来事に抗える力はなかった。それは違うわ。抗うことはできた。我が妹に聞くけど、私が宮殿を追放された日のことを覚えてる？確かにニルフガードの施設に魚の浮き袋をぶつけようって言い出したのは私よ。一緒に獣の油を詰めて、それは楽しかったわね。そして実際に投げつけたのはあなただった。私にいいところを見せたかったのね。見事だったわ。あのハゲ頭に命中させたんだから。今までの人生で一番笑ったわ。でも犯人探しが始まったらあなたは何も言わなかった。結局私が全ての罪をかぶって全ての罰を受けたのよ。確かにあなたをかばわなかった。怖くてできなかった。議会は満場一致だった。私の罪をあげつらって、宮殿からの逃亡、暴力行為、不適切な交友関係、何から何まで。そして私は追放。あなたはどうしてた？私の唯一の理解者は怯えて物陰に隠れて何もしてくれなかった。後になっても私を探そうともしなかった。それは違う。探したわ。騎士を送り出して国外からの情報を集めて、隠れていなければ見つかったはずよ。あなたが追放された日からずっとあなたに負い目を感じて生きてきた。ごめんなさい、お姉様。私を許してくれる？